32の関節プラス10本の指を独立に動かすということです。また大きな特徴の一つとして、あちらの操縦装置で人が動きを入れてるんですけども、操縦者も見えてないところにも力がかかったっていうのを感じながら直感的に操縦ができるというシステムになります。大会のアンバサダーでもあるマスコットをロボット化していろんなところで活用していきたいっていうところで、共同で企画開発をしているロボットになります。全身に20の関節を持っていて、この目の部分で多彩な表情を出すことができるロボットになっています。ガイドが一人いれば案内をすることでスムーズに移動をサポートするという機能になります。周りにいる我々にとって、彼女がまさにこの場にいるかのような同じ空間を共有している、参加してもらえているような感覚、顔の表情だけじゃなくて、身振り手振りもですね、こんな風に映すことができます。三浦さんが見ている映像の一つをご紹介しますと、ロボットの周囲すべてを見る機能というものを備えています。投擲競技である円盤投げ、槍投げ、ハンマー投げ、梱包投げの投擲物を人に寄り添いながら回収するロボットです。スタッフと協調した自立走行が FSR の特徴となります。